仙台市はドローンが全自動で運行して津波避難を呼びかけるシステムの運用を今日から始めました。仙台市によると、世界初の運用ということです。仙台市が今日から運用を開始したのは、2機のドローンを使った津波避難広報のシステムです。国の補助金を活用し。 1> およそ1億7000万円をかけて開発しました津波警報が出た際あちらのドローンが自動で離発着し海岸線にいる人たちに避難を呼びかけるということです2機のドローンは宮城野区の南賀茂城下センターの屋上を基地局として宮城野区と若林区の沿岸部およそ8キロの区間で上空50メートルから避難を呼びかけます またドローンが撮影した映像は市の災害情報センターに伝送され被害の状況をリアルタイムで確認できるということです仙台市は東日本大震災で避難の誘導に当たった市の職員2人が津波の犠牲になったことを受けてこのシステムを開発しました スピーカーの方は、ある程度の設置はしてるんですけども、柔軟に、えー、津波の広報をするというようなことで、ドローンがあのいいのかなと仙台市によりますと、専用の通信網を整備して、全自動でドローンを離着陸させ、津波避難を呼びかけるこのシステムの運用は、世界で初めてということです。